ベゴニャ教会は、スペインバスク州ビスカヤ県ビルバオにあるバシリカである。ビスカヤ地方の守護聖人である修道所ベゴニャに捧げられている。現在の教区司祭は、ヘッスス・フランシスコ・でガリタオ・ナンディアである。ゴシック様式を主とするが、様々な様式が混合している。1846年の教会の見取り図、サンチョ・マルティネスでアレゴによって設計され、16世紀。 前半にベゴニャ教会が建設された。三つの新郎を持ち、1511年に建設が開始されたアーチ型天井は、約1世紀を経た17世紀に、ようやく完成した。この建設作業中には、ゴシック様式が台頭し、16世紀半ばに建てられた正面玄関は、スペインの建築家ヒルデ・オンタニオンの作品を思い起こさせるような壮大なアーチ状で建てられた。 建物の残り部分はユニテリアンゴシック様式となっている。19世紀のバシリカは市街地の端にありビルバオーの城壁の一部を構成したことで損傷を受けた。1835年6月14日、カルリスタのトマスデスマラカレギ将軍はバシリカの近くで銃弾を受けて重傷を負い6月24日に死去した。現在の戦闘と外装の一部は ホセマリア・バステラによって設計され、1902年から1907年の間に建てられた。1942年8月16日には、ファランジストとカルリスタが衝突し、バッシリカ近くで手榴弾を爆発させた。負傷者数や死者数は記録によって異なるが、事件はスペインの愛国主義者の派閥官に危険な亀裂を生み、フランコ政権の再編が促された。 著名なファランジストであるフ安ンホセ・ドミンゲスは事件の復讐のために銃撃された。1993年9月から1994年6月まで被害の復旧作業が行われ、時計の文字盤や金に大規模な清掃、修復作業が施された。1トンの重量を持つ時計塔は24の金を収容し、スイスのズミスバルトで建てられた。 時計塔の歴史は1922年まで遡り、現在では7つの異なるメロディを奏でることができる。ラサルベとはスペイン語で、感謝、聖マリアへの祈りの意味である。ビスケイ湾からネルビオン川を船で登ってきた船員は、現在のラサルベにあたる場所で初めてベゴニャ教会の、戦闘を見ることができた。地元に無事に帰還できたことを、聖マリアに感謝したため、 この地点がラサルベと呼ばれるようになった。毎年8月15日と10月11日には大規模な祭礼が行われ、多くの地元住民や観光客が礼拝に赴く。この地域の生因にとってはベゴニャ教会の名前は依然として重要であり、船舶の名称ではビアヘンデベゴナやベゴナが人気だとされる。教会は月曜日から金曜日の 9時30分から13時30分までと16時30分から20時30分まで一般公開されている。メトロビルバオではカスコビエホ駅またはサンテュチュ駅が最寄り駅である。ありがとうございます。